赤の広場は、ロシアの首都モスクワの都心部にある広場である。長さは695メートル、平均道幅は130メートル、面積は73000平方メートル。赤は、ソビエト連邦の社会主義に起因するものではなく、もともと、ロシア語では、美しいという意味もあり、広場の名前は、本来、美しい広場というものであった。広場は、北西から南東に長く、南西側には、 スターリンやブレジネフ、アンドロポフなどのソ連指導者のほか、ガガーリン、片山線などが眠るクレムリンの城壁とその中の大統領官邸、城壁に接しているレーニンの遺体が、保存展示されているレーニン病及び重要人物が埋葬されているクレムリンの壁墓所、北東側にはグム百貨店、北西端には国立歴史博物館とバスクレセンスキーモン、南東端には 希望図の屋根の聖、ワシリー大聖堂と処刑場、布告大だったロブノエメストがある。国家行事を含むモスクワの重要なイベントが行われる場所でもある。2006年からは、陶器にグムがスケートリンクなどを開いている。赤の広場の周辺クレムリン霊人廟、歴史博物館火山聖堂 V 門、グム百貨店製、ワシリー大聖堂1493年。 モスクワ大公国の統治者、イヴァン・サンセイが、自らの居城であるクレムリンの前の市街地を広場として整理させたのが起源とされる。以後、商業地域の期待ごろドと区別され、モスクワ大公国やロシア帝国の重要な国家行事がここで行われるようになった。当初は赤の広場という名称ではなかった。トルグ広場、広場の隅に立つイタリ生産者制度の中ら、 イタリ製三者広場、1571年のタタール人襲撃で起きた大火によるポジャール広場等の名称の変遷を経ている。16世紀には石畳もまだ敷かれておらず、当時の風景を再現した絵画では地面に板が敷かれた状態で描かれている。赤の広場と名付けられたのは、広場が整備された17世紀後半。なお、ロシア5名、クラスナヤ広場のクラスナヤは、 ロシア語で赤いを意味するが古代スラブ語では美しいを意味することから美しい広場が原理に近い。ピョートル一世以降、ロシア帝国の首都はサンクトペテルブルクであったが、ロシア革命後に成立したソ連の首都がモスクワに定められ、モスクワが首都に帰り咲くとクレム人には最高指導者が居住したため赤の広場の重要性はさらに増した。ソ連時代には 国家規模によるメーデーのイベントが行われ、11月7日の革命記念日には越平式が行われた。西側諸国のジャーナリストたちは、霊人ニ病の上に並ぶソ連共産党指導者たちの並び順を見て、公式には明らかにされない共産党内の序列を確認し、権力闘争の行方を観測するクレムリのロジーの手法を試みていた。独ソ戦によるナチスドイツの侵攻で、 モスクワが危機にさらされた1941年の革命記念日のパレードでは参加した軍隊がそのまま郊外の防衛最前線に直行する事態になった。ソビート連邦の崩壊後、しばらくの間自粛していた軍事パレードも1995年の戦勝50周年の節目に復活。以降、ソ連時代の11月7日の革命記念日に代わって5月9日の 戦勝記念日に毎年軍事パレードが行われるようになった。2015年からは市民による不滅の連帯のパレードも戦勝記念日に行われるようになった。なお、ソ連時代は1945年6月24日に対独戦勝記念のパレードが盛大に行われた後、毎年行われた革命記念パレードとは対照的に赤の広場での戦勝記念パレードは、 節目の年にしか行われなかった。2020年5月9日に挙行される予定だった体力戦勝75周年記念パレードは新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために6月24日に延期された。1995年の戦勝記念パレード再開後、5月9日にパレードが行われなかったのはこの年が初めてのことである。 1987年5月28日には、西ドイツの青年マチアスルストの操縦するセスナ機がヘルシンキから飛び立ち、赤の広場に強行着陸する事件が起きた。ソ連末期の1990年には、クレムリンと共にユネスコから世界遺産に文化遺産として指定され、1991年に登録された。かつては、レーニン病と共に、 社会主義体制の聖地とされたが、ソ連からロシアに政治体制が変わった現在では商業的利用もなされる。1988年公開のアーノルド・シュワルツェネッカー主演の映画レッドブルではアメリカ映画として初の撮影許可が降りた。1993年5月に山本関西が12万人を集めるファッションスペクタクルを開催。2003年には ポール・マッカートニーがコンサートを開いた。2004年には日清食品のカップヌードルの CM で赤の広場が撮影場所となった。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。